でね、私がその、この棒様を使ってストレッチをするということの、一番の大切にしているところは、硬いところがあったり、それから眠ってて使えていないところがあったりしたところを、起こしてくるっていう操作を実はしたくって、で、例えばいろんな選手がいっぱいいてて、プロでもアマでも上手になっている人がね、徐々にこうけん、あのなんだ競技会に出て、で、やってるうちにプロになって、そんで、うまいなあの人って言って習いに行って、ここで習ったら同じようになるかと思ったら全然なんないのっていうところで悩んでるとかっていうことって結構多くてね、こう言われた動きがそのまま体でこう体現できるということができてるのであれば、何も悩む必要はないわけですよ。知らないから習いに行って、例えばスタンダードだったらワルツっていうのがあるんだよ、タンゴっていうのがあるんだよ、スローっていうのがあるんだよって言って、それの特性を知っていく、ね、カウントがこうだよ、踊り方はこうだよ、ライズ&ホールはこうだよっていうことを知っていくっていうことは、やっぱり知らないから教室っていうところに来て習っていくわけですよ。で、ああ、なんか最初は分かった分かった、いろんなことが増えてきたってなって喜んでるんですけど、だんだん時を経ていくときに、あれ、なんかでも形違うぞとか、なんでだろうっていうところにもうダンと突きつけられるわけですね。で、デモとかしてる人も後から動画を見たときに、あれ、なんか全然形がなってない、俺はあんな風に踊ったつもりなんだけど全然違うってなってくるわけよ。で、なんでだろうと思ってまたそこを習いに行くんですけど、そのできてる人っていうのはそこに悩みを持っていなくてね。で、同じようにここをこうやってくださいって言ってるんだけど、同じようにならないっていうところで、ならない人は悩むわけですよ。で、そこの最たるところというのが、その一番の基礎になっている背骨のたわみだとか、そういうところから出てくるものなんですね。で、使えていないところっていうのは永久に使えないで、もしかしたら終わってくる可能性もあるんですよ。なので、じゃあどうするんですかっていうことなんですけども、その時に何て言うのかな、今眠ってるところを叩き起こすっていうことよりも、もともとできてたんだよっていうところに元に戻すというリアクティベート、元の一番良かった動きができてたところに戻すというところで、この本当は運動をやりたいので、やりたいけどもならないから、棒でぐっとねじったりしてて、体側をもっと伸ばしたら側屈もうまくいきますよとか、こういう話になってくるんですね。で、私はこれを15年ぐらい前からしていて、で、それを生徒さんたちもやってて、今ね、75を過ぎてる人が、もともと15年前って60歳で来た時にすごいこんな猫背で、全然歩幅も進まないしカチカチだったのが、もう今ね、すごく動けるようになってきてるんですよ。だから人の体っていうのは、やっぱやってると動きがね、だんだんできてきて裏切らないから。ただ、その固まって動けない状態で、それにダンスという特化したものにやっても、それ以上の何かこう成功とか、それ以上の稼働とかは生まれないっていう、こういうね、ところをね、やっぱり自分でズゴンと思うかもしれないけど、一旦もらってください。で、そこからのだんだんステップアップしていく自分っていうのも楽しみにしててもらいたいと思う。だから最初はその何かステップがわからないから、それを受けて習う、で、できたできたっていう喜びのところがあった。で、一旦落ち込んだりもしたでしょ、なんかうまいこといかないとか難しいとかっつってね。で、またこうランクアップしていくっていう、ステップアップしていくんですね。で、ただ、そのさっき言ったさ、こう何て言うのかな、こうテクニックですかね、テクニックをいっぱい習ったら上手になった気にはなるよ。だけど、そのテクニック習ったって、できてない体だったらどうするんですかっていうところがすごく大事なの。で、テクニックも知ることが大事、それは理論で必要で、体が体現できるという、この表現できるかっていうところにやっぱり私たちっているので、それが表現できる体になろうよっていうところが、まずこのパート2の、簡単体操棒様のエクササイズってなってるんですよ。で、そこにはその側屈屈曲伸展というこの動作の三原色ね、これが無視しては絶対無理なんですよ。これがなくて、他はできるかって言ったら、そこから全部派生してる。もうほぼほぼ私たちっていうのは脊髄から進化してるから、そこからいろんなものが派生してるから、背骨を使って初めていろんな動きということがリンクできるんですね。